なあなあ、はい、今日はね、リクロおじさん、リクくんですね。リクくんと、わさび、一度ね、合流させたいと思います。初顔合わせです。ちょっとわさび興奮してますね。で、この子はっていうのはですね、放浪中に、散歩中の犬を襲って、それで飼い主さんが、止めに入って、散歩されてた飼い主さんですね、それで、飼い主さんを噛んじゃったっていう子で、で保健所から噛む犬やっていうことで、ちょっと要注意犬っていうことでね、保健所、センターですね、センターに入ってたんですが、なかなか譲渡決まらず、欲しいっていう方はね、希望者さんは結構いてたらしいんですが、なかなかね、最後、そういう事情があるっていうことを言えばキャンセルになった子、でキャンセル続きでなかなか、里子に行けなかったいう子で、それで三重県のね、つむぎさんが引き取られて、今ちょっとね、預かり場所がないっていうことで、うちで預かることになってます。その時に、それでね、全ていろんなことをちょっと見てあげるわっていうことでね、で預かり中に、ちょっとチェックしていってます。それでね、もううちに慣れてきたんで、今からね、今日からですね、まずわさびを使って、その犬とどうなのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいなと思ってます。はい、ちょっとリク君向こう行っちゃったんでね、一度切りますね。はい、はい、リク君が帰ってきたんでね、ちょっとねやっていこうと思ってます。はい、もうこういう子はね、ちょっと要注意なんですが、多分、フェンス越しでね、何もアクションしないんで、多分いけると思います。ただわさびがちょっとね、先輩ずらしております。ですからその辺がね、ちょっと心配ですが、まず大丈夫と思うんで、せーのドンでいきますね。せーのドン、はい、わさび先輩ずらですね。わさび、なんだリク君、そうスッと行ったらダメ、スッと行ったらダメ。あ、リク君有効的ですね。興奮してるけどリク君有効的。ラケット取ってる。ちょっとね、噂通りで、犬はあんまり良くないですね。ちょっとなじましていきますね。まだ興奮しますね。まだターゲットにしてますね、これね。もうね、こうなったら、犬後ろに下げて下げて落ち着くまでね、わさびは大丈夫なんですが、リク君ね、落ち着くまで、落ち着いて座るか伏せるまでね、要注意ですね。こもっちゃった。で多分ね、これで分かりました。多分、散歩中に気になってリク君が行ったんですよね。それで攻撃してしまって、今のやっぱり絡んだんですよね。で絡んで自分とこの犬が守ってやらないといけないということで、飼い主さんがね、飼い主さんが分けようとして、それでもう犬興奮状態なんでね、
興奮状態なんで開けようとしてパッと噛んでしまったっていうことですよね。で多分ね牙当たっただけじゃないのとかね、あの紬さんの代表言われてたんですが、多分噛んでますねこれね。うん、あの興奮状態、あの途中でね、あの動画切りましたが、あの興奮状態なら多分あのその飼い主さんを噛んじゃってますね。あとのね、あといろんなことが起きてもっていうかね、人間と対人間と犬ですよね。それに対しては何も起こらなかった。だから犬の経験不足なんですよね、リク君。それとすごい情緒不安定っていうか、すごく怖がるっていうか、自信がないっていうかね、それをすごく持ってる子で、それが結局怖さゆえに、経験不足と怖さゆえにやっちゃうんですよ。そういうタイプの子ね。だからすごい臆病な子、自信のない子なんですよ。だからこういうこと起きちゃうんですね。でもっともっと犬に対して自信をつけてやる、ことが、大事ですよね。でわさびなんかすごい自信持ってやるんですよね、対犬に対してね。いろんなこと接してるんでね。だから自分からこう攻撃的にいかない、ただ自分守るためにガッと来られると、やはり自分を守るために行っちゃう。でもこの子本気で噛まないから、リク君はね怪我しないんですよ。自分がいくらひっくり返されて噛みつかれてても、結局わさびは噛みつかないんですよね。そういう子なんですね。だからリハビリ系にすごいいい子。もうちょっとねガタイ大きかったらね、すっごいうちのリハビリ系に活躍してもらえるんですけど、やっぱりガタイ小さいんでね、何かあったらいけないんで、胴体格ぐらい、20キロぐらいまでの子ですよね、に使えるリハビリ犬ですよね。でわさびはもう落ち着いてるんで大丈夫なんですけど、リク君がまだね、ターゲットにしてる、これ落ち着かなダメなんですけど、なかなか落ち着いてこない。でこれで根気よくね、犬に対して不安ですよね、不審不安ですよね、そういうのをなくしていってやれば、犬と交われていきます。ただ年齢が、3歳超えてるということで、これで結局どこまでいけるかなんですよね。もう先手必勝で行こうとしてる。でこの犬の鳴き声もこういう状況になったらね、よくないです。ガタイの差でやっぱりわさびがぐっと抑えきれなかったから余計になるんですよね。わさびがもうちょっとね抑えきれるぐらいのガタイがあれば、今のでガッと抑え込んでね、結構リク君も犬に教えられるっていうことになっていったんですが、わさびのがたい小さいんでね、なかなかわさびではちょっと難しかったですね。これが大ちゃんならやってたかもわからんけど、大ちゃんならこの子多分血みどろになってると思うんで、あれ絡んじゃうとね、だから、わさびを使ったんですが、はい。ってことで、去っていかれはりました。プレハブの裏に入りましたね。あら、わさびちょっと噛まれたな。大丈夫。はい。ってことで、犬はなかなか難しい子だと思いますね。だからうちにおる間にどれだけできるかっていうのもね、これが分かったんで、結局犬を大丈夫のようなちょっとリハビリしていかなダメですね、この子ね。そしてそれが大事、
やっぱりストレスを起きていくんでね、それをしていくとね、リク君自身にね、だからそれを、どこまで団体さんは望まれるかですね。あえてそれをやって、その犬にある程度大丈夫なようにしていくこともできるんですが、やはりここにいてる間に、それでなくてもやはりストレスっていうのをね、やっぱり犬たくさんいてるんで、犬ダメな子が犬たくさんいてるとこに来てるんで、それでやはりストレス感じてると思うんでね、それプラスそういうこと、まあうちで言えば北斗みたいなもんですね、奇襲犬、和犬なんかそうなんですが、和犬なんかあまりそれを要件と同じように考えてね、フレンドリーな子にしようと、ある程度年齢経ってからしようとすると余計に不安定にさせてしまう、そういうことになっちゃうんでね、これは団体さんとの相談しての、どこまでやりますかっていうことをね、ちょっと相談して、一頭飼いなら十分大丈夫です、でも多頭の場合は気をつけないといけないというか、多頭無理ですね今の状態ではね、と思います。だからそれをどういうふうに考えていきますかっていうことをね、ちょっと、団体さんと相談させてもらって今後決めていきますね。多分ちょっと時間かかるし、やはりその犬を交わらせていくということで、かなりのストレスをリク君にかけてしまうんでね、それを、あえて望むか望まないかですね。はい、今日の動画ちょっとね、ドキッとすることもありましたが、大きな怪我につながらず、それと預かってるリク君には怪我がないっていうこと、これはわさびのすごいとこなんですよ。これがすごいんですよ、わさびがね。もうやられても絶対に強く噛まない、口は当てますけど強く噛まないっていうのがね、素晴らしい犬ですね。はい、いつもいつもご視聴ありがとうございます。それでは失礼します。はい。